こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ただいま新潟県新潟市 JR 東日本新潟新幹線車両センターにやってきました。こちら新潟新幹線車両センターは JR 白新線の東新潟の駅の近くにあります。ちょっと歩くと距離はありますけどね。こちらが新潟貨物ターミナルとなりまして、左側に見えるのが白新線東新潟の駅ですね。こちらが新潟新幹線車両センターとなります。正面に止まっていますのが27系になります。2021年10月1日をもって上越新幹線から引退しました E4KMAX、 本日解体されているということなので新潟まで見に来ました。ちょっとその前に、こちらは2021年10月1日以前に通常運行されてた頃の E4KMAX、大宮の駅で撮影をしています。こちら大宮駅13番線ですね。8両編成 E4KMAX が入ってきました。 MAX 谷川410号ということで、越後湯沢発東京行きの上りの上越新幹線となります。まあ、こちら引退2ヶ月ほど前に撮影したんですが、特に混雑もなく他に撮影されている方いませんでした。まあ、現在では引退してしまいましたが、こちらの動画を見ますとちょっと懐かしい感じがします。サンキューマックスと書いてありまして、表示はマックス谷川ですね、東京行きです。こちらの動画は引退以前にマックス特集をやろうと思って撮っといた動画です。まあ、このような形で使うとは思いませんでしたが、撮っといてよかったです。ということで東京方面に出発してきました。引退する1週間ほど前のマックス、ものすごい人で簡単には撮影はできませんでした。この時は全然人がいなくて、まさにありのままの E4KMAX ですね。そして続きまして、 MAX 時321号と MAX 谷川321号の動画となります。こちらも大宮駅の18番線で撮影をしていますが、まあ、ちょっと忘れてしまいましたが410号を撮りまして、その後に撮影してますね。こちらの E4K は16両編成です。前寄りの8両 MAX 時321号で新潟行き、そして後ろの編成が MAX 谷川321号で越後湯沢止まりとなっています。こちらの16両編成、とても人気が高く最終日に乗車しましたが、とても混雑をしていました。始発の東京駅から乗車ではなく、途中高崎駅から乗車しました。越後湯沢までの乗車となりましたが、連結部分とても人が多く撮影はできませんでした。まあ、上毛高原の駅でなんとなく連結部分撮っていますが、越後湯沢の駅大変な混雑で、とても撮影できる状況ではありませんでした。今までにお別れ乗車、ラストランなどいろんな列車乗ってきましたが、この E4KMAX 家族連れが多かったですね。やはり子供に大人気の新幹線、特に2階建て新幹線の最後ということで、とても多くの家族連れがいたわけですね。そしてこちらが E4K の連結部分となります。この時はもう全然問題なく撮影ができました。他に撮影されている方いなかったんじゃないかなと思いますね。ということで新潟方面に向けて E4KMAX 時谷川出発です。車両一番最後部の方で入線シーン撮影しまして、出発は先頭で撮りたかったんですが、こちらホームが長さ 400m あります。わずか 1,2 分の大宮停車で先頭まで行くことはできなくて、この中間の連結部分から出発シーンを撮影しています。そしてこの後は写真になります。一番先頭と一番後ろの車両です。と、まあ過去はこんな感じだったんですが、現在は大変ひどい状態になっています。 E4KMAX 好きな方でしたら心が痛みます。それでは新潟新幹線車両センターの方に戻ります。こちら正面に見えます E4K、 ちょっと調べたところ P の52編成ということです。まあ、YouTube の方でちょっと他の人の動画見たんですが、こちらで壊してるということなので見に来てみましたが、残りは1両となっています。こちら解体された後でしょうか、片付け作業が行われています。かろうじて1階部分が残っています。2階はほとんど壊されていますね。
ちょっとカメラの望遠があんまり効かないもんで遠い映像になっていますがご了承ください。この先行きたいんですが JR の敷地となっていて立ち入ることができません。本当はカメラ、いいカメラがあれば拡大して撮れるんですが、こんな感じになっちゃっています。新潟新幹線車両センターをぐるぐるっと回りまして、ここの場所以外にも撮影できるところを探したんですが、ここからでしか見ることができません。ただいま重機によって壊されているわけですが、重機の先、アームの先にハサミがついていて、そこで車両を切ってるんでしょうか。ハサミの部分が車体にぶつかるたびに前後に動きます。郡山で解体されている185系は内装解体をしまして、その後に重機で壊していくんですが、こちら E4 系は内装解体をせずに解体しているように見えました。 E4 系 MAX、 こちら新潟以外仙台でも解体作業を行われているらしいです。先日も廃車改装があったらしいんですが、新潟から仙台の方まで自走で行われています。E4 系 MAX、 どんどん壊されています。解体が進んでいます。こちら新潟新幹線車両センターではちょっとあんまりうまく撮れなかったので、今回はこの動画この辺で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。